デューンはアメリカの作家フランク・ハーバートによる SF 小説のシリーズ。日本では第一作の放題、砂の惑星でも広く知られており、映像化作品も相まって、一般的にはデューン、砂の惑星と併記される。砂に覆われ巨大な虫が支配する光量の惑星アラキス、通称デューンを舞台に宇宙を支配する力を持つメランジと呼ばれるスパイスを巡る争いと、 救世主一族の革命と世界の混迷を軸にした壮大なドラマが展開される。第一作の人気を受けて、砂漠の救世主、砂丘の子供たち、砂漠の神皇帝、砂漠の異端者、砂丘の大聖堂と次々に続編が表された。その後の構想もあったようだが、著者ハーバートが1986年に死去したため、全6作のシリーズとなっている。出版直後から、 幾度も映像化が構想されたが、その壮大なドラマの制作は、困難を極め、L トッポで知られるアレハンドロ・ホドロフスキーを、はじめ多くの人が挫折。ようやく1984年に、初めて映画化を成功させたのは、ディノ・デ・ラウレンティスであったが、監督したデイビッド・リンチ自身が認めているように、作品世界全体を描くには十分な内容に、仕上がっていたとは言い難い。 なお、ハーバートは、映画、スター・ウォーズには、リューンから流用した、設定等が数十個あると、生前語っていた。実際、ジョージ・ルーカスが、スター・ウォーズの世界を検討している際に読み込んだ、多くの本の中に、砂の惑星も含まれていたという。2000年、著者の息子、ブライアン・ハーバートが、スター・ウォーズや、X ・ファイルのノベライズ作品で知られる、ケビン・ J ・アンダーソンとの協調で、 デューンの背景とキャラクターを使った、デューンへの道シリーズを発表した。砂の惑星に至るまでの過去端が語られており、父の世界観をうまく引き継いだと評価も高い。クゲアトレーで、クゲハルコンネン、クゲコリノの、クゲ三部作の続刊も刊行された。2000年代初頭には、アメリカの SF 専門ケーブルテレビ局サイファイチャンネルで、テレビドラマシリーズ化され、デューン。 砂丘の子供たちまでが映像化された。その後2008年にパラマウントピクチャーズがピーターバーグを監督にして映画化すると発表したが2011年に制作中止となった。2013年、とんざしたホドロフスキー版の天末がホドロフスキーのデューンとしてドキュメンタリー映画化された。土星の衛星、タイタンの地形の多くがデューンに登場する地名にちなんで名付けられている。 日本語版は、坂井秋信による、新訳版、砂の惑星以外はすべて矢野通るの訳によるもので、絶版。遥か未来、思考機械の反乱を鎮圧して、中世風の得意な精神世界を作り上げた人間は、宇宙帝国を築き世界を支配していたが、超能力を持つ、女性種族、ベネゲセリットや、純粋数学とメランジの力で、高成感飛行能力を持った。 スペースギルドなどの勢力が台頭し、決して安泰ではなかった。しかも人間同士も、権力争いを日々繰り広げており、危機感を抱いたパディシャー皇帝は、メランジの採掘権者ハルコネン家と宿敵アトレーデキを宇宙で唯一、メランジを散する砂漠の惑星アラキスで退治させ、その争いに介入することで、アラキスやメランジも含め世界を一気に掌握する陰謀を画策した。 そして、アトレーデケの当主レト公爵は殺されて、アトレーデケは死産、アラキスは帝国直轄領となり、すべて皇帝の思い通りになるかと思われた。が、公爵家の息子、ポールが砂漠に逃れて、超能力と己の使命に目覚め、砂漠の民フレーメンの救世主となって、世界を根本から変革する戦いに立ち上がる。砂漠の惑星アラキスに起こる革命の戦いや貴重な、 水をめぐる、話題、宗教的な精神世界観などから、イスラム教やアラブ文化からのインスピレーションによって、書かれた作品であることはほぼ定説となっている。ストーリーの流れ自体は、エンターティメントの定番とも言える、奇襲流理感であるが、登場人物や舞台となる世界の特徴が細かく描かれており、読む者の,の想像力を一気にかき立てる展開となっている。 主要な舞台であるアラキスでの設定は、エコロジカルなニュアンスを醸し出しており、初版当初は、新鮮だった。特にシャイフルドと呼ばれ、生命の水やメランジを生成する、全長数百メートルに昇る、ミミズのような砂虫が、砂の中を突進してきて振動するもの全てを飲み込む、描写は迫力に富み、その後の巨大怪物を描く際のイメージの一つを、作り上げた。 梅津和夫、漂流教室の未来怪物やアニメ、伝説巨神イデオンの、どうも、映画、トレマーズシリーズのグラボイズなどは、携帯、設定が酷似しているほか、スター・ウォーズのスペース・スラック、宮崎・駿、風の谷のナウシカの、大虫にも影響を与えたと言われている。海外では、本国・アメリカをはじめ一貫本で出版されているが、日本の早川書房から矢野通り翻訳で出版された。 物は四巻に分割された。初期の版では、石森章太郎が表紙や挿絵を担当している。表紙は、映画版公開後は、映画版のスチールとなり、後、加藤直之が担当した。2016年の坂井明信による、新約版は、上中華の三巻本である。9号賞及び、ネビュラ賞受賞。星雲賞長編部門を受賞。ムアティブコトポールアトレデが、 テーザーについて12年。メランジを掌握するポールに対し、ベネ・ゲセリット、宇宙協会、ベネトライラックスの救世力は共同して陰謀を巡らせる。ポール自身もまた絶望の未来の良しに悩まされ、次第にそれに束縛されるようになっていく。ポールが砂漠に去ってから10年。引き続くテラフォーミングによってアラキスは緑の惑星に姿を変えつつあった。 ポールの維持であるレトとガニマは惑星の緑化によって砂虫がいなくなりメランチが産出されなくなる危険に気づく。だがその双子を再び定座へ帰りざかんとするコリの家の陰謀が狙っていた。レト2世の即位から3500年、宇宙はレトの平和と呼ばれる平和と停滞を強いられ、アラキスは完全に水と緑の惑星と化していた。神皇帝レト二世は半ば、 砂虫と化しており、その人間性は失われつつあった。レトの遠大な人類救済計画、黄金の道と X の陰謀が交錯する。レト二世の宝魚から1500年、キ,キンと大理山を経た旧帝国に、外宇宙から新たな勢力が帰還してくる。そして再び砂虫が調料する砂の惑星となっていたアラキスイコールラキスに、 スナムシを操ることのできる少女が現れる。誇りある女たちの攻撃によってラキスは破壊された。退避させたスナムシによってベネゲセリットの大聖堂惑星は第二のデューンになろうとしていた。だがベネゲセリットは次第に誇りある女たちに追い詰められる。複数巻きにわたって登場する人物に限る。このシリーズは特殊な用語が多いことが特徴である。 大抵の SF 作品は特殊な専門用語が登場した場合、文章やセリフ内での説明があるが、本作では説明なしに用語が頻繁に登場するので、端末に用語集が小辞典のような体裁でついてくる。デューンの名で知られる砂の惑星。二つの月を持つ。惑星全土にわたって水分が乏しく、新砂漠には巨大な砂虫が出没し、 肉を骨から剥がし巨大宇宙船すら破壊する暴風。掘り降りの嵐が吹き荒れる過酷な環境をしている。アラキスでのみ産出するスパイス。砂虫が成長過程で産出する。その主要な作用は、功労家だが、意識を拡張することで様々な超能力の引き金になる。超高速輸送を支えるギルドのナビゲート能力や、ベネゲセリットの得意な心身能力などは、 メランジに依存しており、宇宙的に重要な産品。乗用車は眼球が深青に染まる。アラキスの砂漠に生息する巨大な大切生物。ギルドの輸送船宇宙船すらしのぐ大型のものもいる。振動を感知して砂漠から現れ、スパイス採掘機でも、全翼機でも何でも飲み込んで破壊してしまう。フレーメンがシャイフルドと呼んであがめる。 メランジの生成とアラキスの感想に深く関わっている。かつて思考機械に対して起こされた人間の生戦。これが教訓となって人類は高度に自立する機械を捨て、代わりに得意な精神文明を築くことになった。高度な推論能力を持つ人間コンピューター。高度な機械を拒絶する帝国社会において、クゲなど、覚醒力に重宝されている。 トライラックスが手掛ける複製人間。死んだ人間の細胞から培養されるクローンの一種だが、細胞記憶により生前と同じ記憶、人格を持つに至る。道の短縮を意味する。ベネゲセリットが人類の後輩によって生み出そうと長年格索してきた超能力者。母系、不系双方の先祖の記憶イコール人類の記憶を保持し、未来を予知することができる。 長きにわたって宇宙を支配する人類の統一生態。安定した宇宙開拓のため、核惑星、あるいは恒星系を統治する区下、回労働者などからなる厳密な階級区分による封建性を取る。強心的なこの衛兵軍団サルダウカーの軍事力を背景としたコリの効果によって支配されている。帝国の星々を統治する事業主一族による組織。 意思決定機関として、ランドスラード議会を持つ。名目上は、皇帝の支配下にあるものの、実際には、皇室のサルダーカーと対抗下連合、そして、宇宙協会の賛成力がバランスを保つことによって、帝国を構成している。核区下も、また核兵器と自動報復システムによって、力の均衡を保っている。アトレーでかい豊かな海洋を持つ惑星。 体を統治するクゲ血筋は由緒あるもので、古代イギリシャのアトレウス王家まで遡ることができる。帝国でも主要な対抗家で、その名は正義と高潔をもって知られる。ハルコン年ン家はフグ大転の敵。ハルコン年ン家はクセージエディプライムを故郷とするクゲ人間狩りなどの悪徳、暴虐で知られる。アラキスを巡領土としていたが、 その防政によって原住民フレー面からは憎悪されている。コリの効果とは皇帝当局以前からの名誉であり、暴力面を担当していた。またアトレーデケとは宿敵同士、アラキスの原住民、砂漠の民。人間の生存は不可能とされるアラキス奥地の砂漠に惑星の生態に適応した生活パターンによって居住している。水を何よりも 重要視する得意な信仰を持ち、いつの日か、外世界から救世主が現れ、アラキスを緑の星に変えてくれると信じる。女子修道会、メランジによって強化された驚くべき知覚力と身体能力を持ち、魔女とも呼ばれる。その起源は、思考機械破壊の後に作られた精神肉体訓練学校。人類の内なる銃声を緩和し、 その未来をコントロールすることを目指し、公家の婚姻と後輩を利用している。なお映像化された作品の中では、ベニージェセリットと発音されている。共母多量のメランジ摂取による、香料雲を通り抜けた者だけがなれる上級、ベネジェセリット。母系の先祖の記憶を持つ。スパイス文化の発達したフレーメンにも、メランジンの代わりに、砂虫が分泌する。 命の水と呼ばれる毒物により目覚める砂漠の恐暴がいる。ベネゲセリットに並ぶもう一つの精神肉体訓練学校を起源とする勢力。宇宙旅行、生還輸送、国際間銀行業務を独占し、事実上は皇室をも上回る影響力を持つ。その主要な構成員はメランジの大量摂取によって突然変異した甲虫誌であり、 超高速で航行する宇宙船を安全なルートで導くための予知能力を持っている。帝国の中でも最もメランジを多く必要とする勢力であり、スパイスを止める名をモットーとする。惑星リジェストともに機械文明の発達で有名な星。多くの植民性も持っており、その科学工芸品は帝国全域で用いられている。禁じられた。 思考機会を復活させかねない存在でもあるため、宗教的嫌悪を向けられることも多い。心のねじれた廃墟メンターと、複製人間、外見を自在に変えるフェイスダンサーなどを算出し、冒頭的な人間加工技術で知られる勢力。最も謎めいた勢力でもあり、特にトライラックス人の女性を見た者はいないとされる。日本語訳が出版されているのは、くげっこりのまでで、 すべて矢ト通るの訳によるもの。ポールの父れと公爵の若き日を描く。メンタッツ・オブ・デューン。ありがとうございます。